待ち場所でし諦めずに消える出発に挑戦するけどそこで下手に落ちるよ相手の二号が面目に向こうの岸まで探るけど何回やっても何回やっても雨に寝倒せないよあの竜巻何回やっても避けれない後ろに回って打ち続けてもいずれは風に飛ばされるタイムレーンだの試してみたけど竜巻相手に意味がないだから次は絶対勝つために僕はいい感だけは最後まで取っておくしかないそしていつもそこでいかんかい諦めずにエアマンまでたどり着くけれどそこで短期なくなるウィークシールドがあれば楽にエアマンは倒せるけど何回やっても何回やってもたまにネタを防いでいいよ落ちるこの歯は何回やっても避けない後ろに下がって距離を取ってもいずれは距離を詰められるタイムラウンドを試してみたけどあいつのチャンプは見えないだから次は絶対勝つために僕はいい感だけは最後まで取っておく何回やっても雨に寝倒せないよ